ケンちゃんのバースデーパーティーもやりますんで、またプレゼント持ってきた人はね、渡してあげてもらいたいと思います。あ、しまった。今日ケンちゃんで何も持ってきてないと思ったら、そこのテーブルに乗ってるナフキンでいいんで。気持ちの問題ですんで、はい。それじゃあ、トントン拍子に行きたいと思います。次は、まあ、平成レモンパイ、レモンパイの曲をメインでやってるんですけれども、まあ、元々のルーツはフレンズとか、チャコとヘルスエンジェルとか、ローズマリーさんとか、そういうのも好きだったんで、コウジさんもね、結構そういうローズマリーも好きなんで、じゃあ、一曲やりましょうということで、バラが咲いたをお届けしたいと思います。違う。ローズマリーから、ちょっと変化したグループ、ミッシェルというグループがありまして、そのプリティーベイビーというツイストのナンバーを入れたいと思います。皆さん一緒に手とか合わせていただいても結構なんで、一緒にやってください。楽しい曲です。プリティーベイビー。調べるやつなんですけど、余裕くらってカンカンカンって曲の速度確認して任せるから速度大体早めでいいですから、もうこの後もう全曲早めでいいです。はい、いいですよね。はい、びっくりした。音か速度確認してるんだからね。まあ偉いですね。はい、貴重面な川島くん、そうですよ、褒めてあげてください。それで引き換えその隣のトナカイダサーい。あ、誰も言わない。いいですか。じゃあなんでごめんのかはい、みんなカメラかわいいかわいい、はい、
さあ行ってみよう。行ってみよう。はい。時を止めて時を止めて気づくかよ約束だよ。